おい、悟。おい、悟。お前、今度開かれる炎上万博、キャンセルらしいな。俺は、スタッフからその連絡を聞いて、おかしい。悟がいきなりそんなキャンセルするわけないと思って、びっくりして、お前の SNS を見てみたよ。そしたらお前、YouTube で動画上げてたな。何者かに襲撃されたって。お前は大事な後輩だ。俺はいても立ってもいられなくなった。すぐにお前の周りの仲間にお前の情報を聞き出して、お前が今どこにいるかを特定して助け出そうとした。けど悪い、俺も何者かに襲撃された。お前を助けようとしたら何者かに襲撃された。けど俺はたまたま体が強い。このくらいの怪我ならすぐ治るだろう。3月5日の代々木第一体育館で行われるレペゼンフォックスのワンマンライブ、つい何日か前にチケットを販売して売り切れたんだが、入金されなかったキャンセル分が3、400枚限定で出たそうだ。サトル、そのチケット買って代々木に来い。お前は俺の仲間だ。なぜなら俺も何者かに襲撃された。